どうも、東北キリタンです。琴ノ葉茜です。惑星ベサニアを探索してるわけですが、これ洞窟？いかにも何かありそうな横穴ですよね。人工的というか、キリタンが掘ったわけでは？違うね。先人が掘ったものだとしたら、それこそ何かありそうだね。そうやな、何があるかな。ワクワクしつつ、先へ進みまして。おう。まあ、特に何もないまま行き止まりだったわけですが。掘ってみるのか。さすがに何かあるんじゃないかなと。ふむ。まあなかったわけですが。じゃあこれ一体。探索しても何も見つからないことってありますよね。そうかもしれへんけど。ま、そんな感じで、今回もアストロニアやっていきましょう。このオープニングなんなん？はい、それではベサニア探索の続きからですね。なんかでかいの見つけたところやったか。まあガラクタだとは思うんだけど、一応これ巨大ソーラーみたいでね。ああ、確かにそれっぽい。こうして掘り出してみると、お、発掘成功。壊れてる感じやけど、これでもなんとか使えるっぽいんだけどね。マジか。まあさすがに支柱曲がりすぎかな。そうやな。まあどっちにしても移動させないと使うこともできないし。ふむ。素材的にまだ作れないのでね、まずはここに来た目的であるリチウム探しを優先させましょう。はいよ。とりあえず地表では最初の星と同じような資源しかないかな。攻撃？植物が攻撃してきたみたい。危険な植物多いな。植物いっぱいで資源もたくさんありそうだけどね。ふむふむ。地表にはリチウムとかないかなということで。地下か。だね。この辺意味ありげな洞窟っぽいのがある。ちょっと迷路っぽくもなってるな。だね。いかにも何かありそうで探索してみたけども、何もなかった。うん、ずっと前に水があってそれで削れたとかなのかな。ああ、まあオッケー。地下に続く洞窟がないなら自分で掘ったらいいじゃない。というわけで洞窟掘ります。おう、これ結構な工事よな。もう慣れたもんだからいいんだけどさ。遠心分離機とかないのでね、採取した土砂が無駄になるのがちょっとなって感じはある。ああ、土砂から資源も取れるんやったな。うん、ま、地下に行けばいろいろと資源あるだろうし、それまでの我慢。ふむ。お、色が変わってきた。地下に来たかな。おそらく空洞があれば当たりだけど。ふむふむ。お、空洞見えてきた。あったか。うん、あとはこの先にリチウムがあるかどうか。ふむ。あ、なんか見えたね。リチウムか？かな。少なくとも何かの資源だね。ほう。はい、まだ下まで整備できてないんですが、とりあえずリチウムありました。おう、当たりか。よし、それでは整備して採取です。おう。ちょっと爆発する植物とかもありますが。あれか。でも無事にリチウム獲得です。おう、これは何か作るために必要なん？さあ、ミッションにあったから取りに来ただけ。そうか。まあ何か作るのに必要になるよきっと。そうかい。さてと、ストレージ作ってきたので、いっぱい取れたリチウムこれに入れて持っていこう。おう。はい、大量大量。お、なんかリチウム以外にも載ってるけど。土砂入れる容器は樹脂から作れるので、実は結構土砂集めておきました。そうか。てか、すでに資源大量やな。だね、資源豊富な星でした。ふむ。とりあえずこれで目的は果たしたけど。あ、そういえばチタンもここにあるみたいでね。ふん、資源の名前全然覚えられへんから、どれがどれかわからんが。ポンコツかよ、ハフン。あ、おっと、本音と建前が逆になっただけだよ。大丈夫。つまり本音ではうちをバカにしてると？してないわけないじゃん、笑っちゃう。オッケー、芝居たる。あ、ほら、宇宙だからこう、重力がこうね。関係あらへんな。じゃあチタン探しに行きましょう。後で覚えときや。はい、それではチタン探しです。トラクター？地下にいろいろ資源あったので作れちゃった。ほう。さてと、チタンはベサニアの山にあるということで。山、一応見えてるな。このくらいの場所にあるのかな。ま、トラクター効果で酸素は余裕だし、のんびりと探索しましょう。はいよ。この星、植物多いな。実もついてるけど、別にこれは採取できないよ。あ、そうなんや。そういやご飯とかは食べてへんな。まあ、未来の技術と言いたいところだけど。あ、死んでもすぐ復活するし、人間かどうかは、ね。そういやそうやな。さてと、実はもうチタンあったんだけど。気づかずにしばらく探索を続けまして。そうか。山で移動しにくいし、邪魔なオブジェクトも多くて難航しましたが。ふむふむ。見つからないから一旦帰ろうと思ったところで発見しました。あったか。夜だし、植物と紛れて分かりにくかった。あ、これがそうなんや。
確かに色も緑で植物っぽい。拠点からすぐ登ったところにあったよ。そうか、どんまい。ま、採取は楽でいいけどね。そうやな。というわけでたくさん取って戻ります。おう。はい、それではストレージにチタンをセットして。あ、もう溶鉱炉とかもあるんやね。うん、もうほぼ最初の星と同じくらいの施設がある。ほう。よし、セットできたね。オッケー。あ、ちなみに最初のリチウムは溶鉱炉で制限とかできなかったのでそのままです。ふむふむ。チタン石からチタンができる感じね。製錬後の方が大きく見えるな。ふむ、まあ未来の技術で。はいはいはい、それではチタンとリチウムを持てるだけ持って最初の星、シルバに戻りましょう。お、バッグにもいっぱい。うん、ちょっとリチウム多めかな。まあいいや、足りなかったらまた取りに行きましょう。そんな気軽に来れるんか。燃料さえあれば何度でも。ほう。何種類かあるみたいだけど、今使ってるのが固形燃料で4回飛ぶとなくなる。ふーん、結構余裕あるのか。いや、離陸と移動で1回ずつ使うから、惑星に行って戻ってきたらそれで終わりだね。え、じゃあギリギリか。間違えて別の星クリックしたら終わっちゃうな。おう、慎重にな。まあでも大丈夫、ちゃんとシルバに移動です。ちゃんと戻れたか。うん、あとは元の場所に着陸できれば。ふむ。ちょっと反対側だな。一周回って。こういう燃料は大丈夫なんか。もう残り 0% だけど余裕。マジか。まあ未来のなんたらということで。どんどん適当やな。さてと、ちょっと雲多くて見づらいですが、あれだね、ありました。お、というわけで拠点に戻ります。別の惑星への資源採集は無事に成功しました。そうやな、お疲れさん。はい、到着。あ、そこ宇宙船発着場か。ふむ、ちょっと邪魔かな。まあごちゃごちゃしてるしな。まあいいや、戻ってきた。おう、お帰り。ふう、この星は環境良さそうだね。確かに、自然の色が違うな。宇宙服なくても呼吸できそうに見えるけどね。そうやな。でもこう見えて、水素と窒素しかないみたい。え、なんかガスとかも資源として取れるらしいけど、この星では、それが水素と窒素みたい。なるほど、水素まみれとか怖いな。はいはい、未来未来。めんどくさそうにごまかすなよ。まあそれはいいけど。おう。これで作れるようになったのは、中型バッテリーか。あ、リチウム使うやつね。うん。中型バッテリー、リチウムと。亜鉛はこの辺にあったと思うけど。資源いっぱいあるな。うん、どれだったかな。あった、これだ。お、いっぱいあるやん。うん、亜鉛もこの星の地下で取れた。ふむふむ。というわけで中型バッテリー作ってみまして。おう。はい、完成。お、結構でかいな。だね、容量512。どのくらいなんだろう。今までは小型バッテリー使ってたんやったな。うん。あ、早速充電できてるで。これ相当容量ありそうやな。だね、中型が512、小型は32だって。10倍以上だ。ほう、かなり電力貯められるな。だね、資源取ってきた成果が出た。おう。で、バッテリー作った報酬で大型発電機もらったよ。でか、何これ。あ、風力。うん、発電量は10、なかなかですね。ふむふむ。あと、大型ソーラー発電ももらったので。お、なんかすごいな。うん、施設が充実してきた。おう。こっちは9、まあそれなりだね。ふむふむ。という感じで徐々に発展してきて、少しずつこの世界のことが分かってきた。ほう。コンパウンドとか樹脂みたいに、どの星にもある資源と、惑星ごとに2つほど希少資源があるので。さっきのリチウムみたいなやつね。うん、なので惑星を移動しながらそういう資源を採取していく感じなんだね。なるほど。ちなみにシルバの希少資源は地下にある亜鉛と、こういう山にあるクジャク石。またすごい場所やな。前回ちょっと宇宙への坂道作ったりしたけど。ああ、意味なかったあれな。ハフン。何そのバカにした笑い。いやいや、あの後落ちたでしょ。ああ、それな。その時帰ってくるための冒険で発見したんだよ。ああ、そういうこと。つまり完全に計算通りだね。とや。いやいや、完全にたまたまやないか。ま、そんなわけでね。おい。こうしていろいろと資源を手に入れて、作れるものも増えたんだけど。ふむふむ。さらに便利なのを作るためには、鉄マンガンという資源が必要でね。お、また別の星に。うん、つうかなんかすごいのあるな。これは中型ストレージサイドといって、はみ出てる24個資源をセットできるやつなんだけど。これ大丈夫か。うん、積むことができたし多分いけるでしょう。そうか。ちなみにこれはチタン2個で作れるので、
これもベサニアに行った成果だね。なるほど。はい、ちょっと時間的に微妙なので、今回はここまでにしておきます。そうか、てかなんかすごいのが。ミッションのやつで、バッサリカットしちゃったけど、なんか重要なやつ。重要なのに適当な扱いで。じゃん。お、こちら、惑星生物シルビーです。シルビー、確か。この星の名前がシルバだから、なんか重要な生物かな。そうなんや。まあなんかあるのでしょう。適当な。ま、とにかくそんな感じで、今回はここまでです。シルビーと共に変なダンスしながらお別れです。おう。最後までご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。また見に来てくださいね。